お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車感チャンネルをご覧いただきありがとうございます。つくば中央店佐々木です。弊社では新型コロナウイルス感染症のガイドラインに沿った営業をしております。お客様同士の接触をできるだけ減らすために、ご来店時にはお客様 ご予約をお願いしております。またご来店の難しいお客様にですね、ウェブ商談システムを導入いたしました。弊社ホームページに詳しいことが書いてありますので、そちらも合わせてご活用ください。よろしくお願いいたします。はい、では本日はですね、ご紹介いたしますのがカローラになります。でこちらグレードがですね GX ハイブリッドですね。うちのホームページ、あ、うちの YouTube でカローラってご紹介するのが多分初ですかね。はい、でこちらグレードが GX になっておりますので、まあ、本当だったらこちらですねクリアランスソナーですとかそういったのがついていないんですけれども、今回ですねこう全部用品をついた状態になっております。はい、でこちらですね幅がだいたい175、高さが145、長さが450ですね。まあコンパクトセダンという感じになっております。でお値段がですね、車両の本体価格こちらですね240万からになっております。で、先ほど申し上げた通りこちらですねクリアランスソナー、まあ、ちょっとセダンだと、この前が見にくいよっていう方が、まあ、私もそう思うんですけれども多々いらっしゃいますので、まあ、こういうクリアランスソナーですね接近したら音を鳴らして知らせてくれる、こういったのをつけてもらった方が安心かなと思います。でちなみにこちらですねクリアランスソナーだいたい2万8000円ちょっとぐらいでつけることができます。はい、と、こちらですねライトが3灯式の LED になっております。こちらですねちょっと反射して見づらいかもしれないですけれども、こちらもオプションで、ここにフォグライトがつけられるようになっております。とこちらがカローラのマークですね。もうカローラといえばのこのマークですね。はい、でこちらですね、あとはトヨタの安心装備もついております。タイヤがこちらですね、GX ですと、アルミではなく普通のこちらですねキャップホイールになっております。でタイヤのサイズが19565の15インチですね。で X とかになりますとアルミホイールとかがアルミホイールが標準になってきます。 GX ですと、オプションでアルミに変えることができます。とこちらがハイブリッドですね。こちらサイドミラーが上が
ボディと同色、下がブラックですね。まあ、全体的に、まあ、本当にコンパクトセダン、すごいまとまってるっていう印象を受けました。もう通勤ですとか、まあ、ご家族と移動するにもしても全然これ1台で済むかなという感じですね。やはりハイブリッドなので燃費がすごくいいですね。こちらお値段の割にですね、燃費が、リッター29ぐらい走るということで、もうすごい経済的にもお安いかなっていうところになっております。はい、で後ろですね、こちらですね、でクリアランスソーラーついております。でカローラですね。でバックカメラ、バックカメラもですね、ちょっとこちらですとオプションになっておりまして、これも3万円くらいかかってしまいますね。はい、じゃあ後ろ行けます。もう後ろも十分な広さですね。もうこのくらい、まあ、本当はね、何か物を入れてお見せした方がいいと思うんですけれども、まあ、ちょっと今回ご用意がなかったので。後ろ、これがね、この開けた時結構上に、ちょっと触っただけでも上に行くので、ちょっと開ける時はご注意ください。で、まあ、これだけの広さがありますので奥行きが結構多いですね。なのでこう長いもの、長いものどのくらいだろうな、私の腕、1メーター半とかそのくらいのものだったら普通に詰めちゃうのかなと思います。はい、はい、では実際にちょっと乗ってみたいと思います。はい、実際乗ってみた感じ、まあ、このくらいがドライビングポジションですかね。うん、まあ、もう本当にここも、もうなんていうんですかね、すっきりまとまっていて使いやすいものになっています。でこちらのセンターコンソールの中に、アクセサリーコンセントと USB と入っているようになります。で、トヨタさんいいのがここがですね、ちゃんと開いててくれるんですよね。なのでここからコードを出して、ここで充電できたりと、前で充電できたりですとか、そういったふうな使い方ができるようになっています。はい、でこちらですね、 GX ですとこちらのスマートシステム、こちらもオプションになっています。でこちらも、先ほどのバックカメラと同じで3万円くらいのお値段でつけるように、つけられるようになっております。まあ、もうこれですね、クリアランスソナーとバックカメラ、そしてスマートアシストのこれだけオプションでつけてもらえればもう十分かなっていうふうに思いますね。で中もそんなにっていうのもあれですけれども、もう十分広いですし、こちらも、まあ、運転しやすいかなと思いますね。まあ、ちょっとこちらですね、前がやはりちょっと見づらいので、先ほどのクリアランスソナーと合わせて乗っていただければなと思いますね。ではそしたらこのドライビングポジションを決めた状態で後ろに次乗ってみましょう。
60度くらい。よいしょ。あ、結構広いですね。こう後ろに下がっているので結構狭いかなと思ったんですけれども、結構広いですねこれ、うん。まあちょっとね、大人さんに後ろに乗るってなると狭いかもしれないですけれども、4人で乗る分には十分な広さですね、うん。で足元のこの下も空いてますし、そんな窮屈ではないなっていうのが印象ですね。あ、ここはないんですね。で、その代わりにこちらにドリンクホルダー左右ですね、ついているようになります。まあ総じて本当にもう、ハイブリッドの GX が一番下のグレードになってくるんですけれども、まあ、先ほど言った3点ですね、まあクリアランスソナーはあれかもしれないですけれども、まあ、バックカメラ、そしてスマートアシスト、あ、スマートスタートですね、こちらと、まあ、安全性でクリアランスソナー入れてもらえればもう十分すぎるくらいの装備で乗ってもらえるかなと思います。まあ、ちょっとね不満があるとすれば、このドアですかね、後ろのドア、まあ、ちょっとここまでしか、何度ぐらい、90いかない、70度くらいまでしかちょっとマックスでも開かないので、もうちょっとこう開いてくれたら嬉しかったかなっていうところですね。ちょっともしかしたら乗り降り難しいっていうよりもしづらいかなっていうところを感じました。それ以外はもう、うん、まあ、運転席助手席は90度、うん、まあ同じくらいかな。ですけど前が広いんでね、こちらは乗り降りはしやすいとは思うんですけれども、後ろがねちょっとしづらいですね。まあ、乗るときは大丈夫で、降りるときがねちょっとしづらいかなと感じました。はい、いかがだったでしょうか。 100% 新車感の、まあ、YouTube ちゃん、うちの YouTube でねちょっと珍しいカローラご紹介させていただきました。もうちょっと詳しく知りたいよとかそういったのがあればですね、お問い合わせいただければと思います。はいでですね、はい、今回ご紹介させていただきましたカローラですね、でグレードが GX、お値段が、まあ、大体240万円からというふうになっております。まあ、詳しい詳細ですとか、お値段がいくらになるのとか、そういったいろいろなご相談のことですね、ありましたら、お電話いただければと思います。では、本日もご視聴いただきありがとうございました。